短期異常式投票。短期異常式投票は、比例代表を提供するよう設計された優先順位投票を用いた投票制度である。短期異常式は、票割れによる不利益及び乱立による不利益を緩和する仕組みを持った制度である。この制度では、一定割合の票を得た候補が当選するが、当選確定者の余分な票は、 それぞれの順位に従って他の候補者へ移譲される。当選者からの票の移譲がこれ以上行えない際には、最下位の者が落選となり、その票の全部がそれぞれの順位に従って他の候補者へ移譲される。また、比例名簿式とは異なり、有権者は届け出名簿を超えた判断を下すことができる。短期常式は英語圏で広く適用されている。ヨーロッパ大陸から広まった、 政党名簿比例代表との対比で、イギリス式比例代表制と呼ばれることがある。オーストラリアでは、短期異常式は、ヘア、イコールクラーク比例方式として知られ、アメリカ合衆国では、選択投票、選考投票とも呼ばれることがある。日本においては、短期異常式などと訳されるが、この投票制度では、有権者は、複数の候補者に順位を記載するので、短期式ではなく、 単票式と呼び換えるべきとの見解もある。短期異常式とは、一般には、複数選出の選挙であることを含意し、この記事においてもそうである。複数選出であることを強調して、比例代表短期異常式とも呼ばれることもある。短期異常式が一人勝ち選挙で使用されるときは、と、同じになる。インスタントラノフは、比例代表制ではないので、インスタントラノフを、 比例代表短期異常識とは別の制度だと区分することも多い。短期異常識において、各々の有権者は、選考順序によって、候補者の一覧に順位をつける。最も一般的な投票用紙の下では、最も好みの候補に1をつけ、2番目に好きな候補に2をつけ、となる。したがって、有権者が提出する投票用紙は、候補者の順位の一覧となる。 右の画像で示されている投票用紙において有権者の選考順位は次のようになる。短期常式は割当ての選択及び乗与の取り扱いの違いにより様々なバリエーションが存在する。割当てとは当選に最低限必要な票数であり、この数を超えた票数を乗与と呼び、その他の候補者へ移常される。短期常式選挙は 以下のステップによって進行する。この過程は、ステップ1から要求される人数の候補が選ばれるまで繰り返す。短期常識選挙では、候補が当選するのに、一定の最小得票数、割当てもしくは奇数を必要とする。いくつかの異なる割当てが使われ、最もよく使われるのは、ドループ奇数であり、以下の式によって与えられる。票が集計されるとき、選挙は、 以下のように進む。結果、勝者はチョコレート、オレンジ、イチゴである。異常式投票の概念はによって1821年に初めて提案された。この制度は1855年まで実際の選挙には使われないままで、が、デンマークの選挙で異常式投票制を提案した。アンドレの制度は1856年のデンマーク議会議員の選出に使われ、 1866年に第2位であるランスティングの間接選挙に適用され、1915年まで続いた。は、それとは独立に、この制度を提唱して、ジョン・スチュアート・ミルが1861年の著書、大犠牲統治論で、比例代表制の一種として、部屋の提案を支持している。これを契機として、当時のイギリス植民地を中心に広まったため、この制度は、 ヨーロッパ大陸から広まった政党名簿比例代表との対比でイギリス式比例代表制と呼ばれることがある。短期異常式によくある有権者の関心事とはその採用によって方法と比べると幾分複雑になることである。短期異常式は一つの党の候補が他の党の票から移ることによって当選するという点において 他のすべての名簿式比例代表制とも実際の使用において異なる。それゆえ短期以上式の使用は有権者が能動的に結果として生じる政府の選挙過程と対応する党派において政党の役割を減らす可能性がある。短期以上式投票の持つ各投票者の一票を余ったり指標にならないように以上するという発想は比例代表制の発展に 大きな影響を与えた。比例代表短期以上式を定数位置の選挙で使用したものが、インスタント・ラノフ・ボーティングである。しかし、一人勝ち選挙の研究は進んでいて、手術法など、インスタント・ラノフ・ボーティングより性質が良いと思えれる、一人勝ち選挙用投票制度がいくつか存在する。これらの一人勝ち選挙のために設計された投票制度に、 先の発想を適用することで、現在の短期異常式投票より優れた性質を持つ比例代表制を設計する方が1995年に文章が出した考えである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。